はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、法令上の制限の関係性っていうちょっとタイトルでお話しさせていただくんですけども、今回ちょっとタイトルの付け方がちょっとわからなかったんですね。なんで、こういったタイトルにしてるんですけども、内容としては、都市計画事業だったりとか、土地区画整理事業だったりとか、市街地再開発事業だったりとか、そういったものと、開発行為、行う場合開発許可って必要ですよね。これと、さらには宅地造成等規制法で規定されている宅地造成工事の許可、これの関連性をちょっとお伝えしようかなと思います。この2つについては、都市計画事業だったら、都市計画法ですよね。で、開発行為っていうのは、開発許可の部分だから、これも都市計画法で、これは宅地造成等規制法ですよね。なんで、法律違うんですよね。ただちょっと関連してくるので、その関連性っていうものをお伝えしようかなと思います。で、多くの方がですね、法令上の制限を勉強していくにあたって、木を見て森を見ずになっている場合が非常に多いんですね。木を見て森を見ず、つまり細かい部分の勉強をするけども、全体的なこのね、俯瞰して物事を見ていないといった場合が非常に多いです。で、これですね、仕方がないのかなと思うんですよね。その俯瞰して物事を見るこの視点の勉強っていうものをしてないし、そういった視点での、解説ってあまりないんですよね。なので、仕方はないのかなと思うんですけども、いろいろ考えながら勉強していくと、見えてきたりするんですよ。で、今回は、そういったところをね、お伝えできればなと思っております。で、いわゆる、木を見るっていうのはどういったものかっていうと、例えば宅地造成工事において、許可が必要な場合、宅地造成と、規制法で規定されている許可ですね。これ例えば500平米超の宅地造成工事をする場合っていうのは、宅造法の許可が必要なんですね。宅地造成と規制法の許可が必要になってきます。これね、勉強してると思います。例えば切り土であったら1メートル超ですよね。盛り土であったら、盛り土であったら、2メーターかな、2メーター超の、盛り土をする場合っていうのは、宅地造成工事の、許可が必要ですよっていう話なんですけども、ちょっと今回面積で見てみますね。開発行為で許可が必要な場合っていうのは、例えば市街化区域であれば、原則1000平米ですよね。1000平米、これ以上ですね。以上と超でちょっと、ちょっと違うんですけれども、今回あまりそれは気にしなくてもいいです。宅建の勉強していくにあたってはこれちゃんと覚えておかないと いけないんですけれども、今回はここよりもこの数字ですね、この数字をちょっと見てほしいんですね。これちょっと疑問に思ってほしいんですけども、1200平米で、開発行為を行う場合っていうのはこれ必要じゃないのかって疑問に思いませんか。これ1200平米の造成工事を行いますってなった時に、開発行為に該当すると仮定してですよ、こっちに該当する場合なんですけども、こっちに該当する場合であったとしても、これ500平米超を超えてるわけなんで、こっちの許可も必要じゃないのかって思うんですよね。でも都市計画法ではどうやって定められているかっていうと、開発許可を取っちゃえば宅地造成工事の許可は不要なんですって書いてあるんですよ。ここ OK ですか？これはですね、いわゆる木の部分です。木の部分。木を見て森を見ずの木の部分なんです。だから、こっちの許可を取れば、こっちの許可不要ですよっていうのは、覚えてる方はおそらく覚えてると思うんですよ。こっちの許可取ったらこっち不要だっていう話なんですね。で、これはなんでそうなのかっていうと、実は、開発行為と宅地造成工事で見ると、こっちの方が実は大きな工事なんですね。規模的に大きいんですよ、こっちの方が。だから大きな方で許可を取ってるのであれば、いわゆるちっちゃな方の許可なんか別に取る必要ないですよ。こっちでもう この開発行為っていうここで許可を取ってるわけだから、もうこれも許可取れてるっていうイメージなんですよね。だからこっちの許可いらないよって話です。逆は違いますよ。こっち取ったからじゃあこれも取ったかってなるかっていうと、それはそうじゃないか、ないですからね。こっちはちっちゃいわけなので、これ取ったからイコールこれ取ったにはならないです。逆は違うんですよ。こっちを取ったら自動的にこれ取れたってなるわけなんですね。この考え方がすごく重要で、じゃあこの考え方をベースに、じゃあ〇〇事業で考えてみましょうか。
開発許可不要の例外として、例えば都市計画事業だったりとか、まあ、土地区画整理事業だったりとか、市街地再開発事業とか、まあ、そういったものの、まあ、認可ですね、それをもらっていると、この開発許可って不要になってるんですよ。つまり開発許可不要の例外として、〇〇事業の認可をもらっていたら、この開発許可不要ですよ。これ覚えてる方意外と多いんですよね。で、これどういう意味かっていうと、考え方は今と一緒で、こっちの事業の認可を取っているのであれば、もうこっちは含まれているわけなんです。この開発許可ももう取ったことになるわけなんですよ。だから、あえて開発許可を取る必要はないですよっていう話なんですね。つまり、宅地造成工事よりも開発行為の方が大きくて、開発行為よりも〇〇事業の方が大きいっていうイメージなんです。で、規模的に言って、じゃあ必ずしもこっちの方が大きいのかって言ったら、まあそうじゃないんですけれども、まあ、イメージとしてはそうやってイメージした方がイメージしやすいです。まあ別の考え方で言うと、こっちの話っていうのは民間企業が行うことで、こっちっていうのは、都道府県とか市町村とか、まあそういった公的機関が行う場合が多いんですね。で、金額的にも、これよりもこれの方が大きくて、これよりもこれの方が大きいんですよ。これっていうとね、1000万以下とかでも行えるんですよね。で、これで言うと、だいたい数千万以下とかかな。まあ、1億円とかでもあるんですけども、まあ、1億円以下の場合が多いです。これになってくるともう億超えてきます。だから、金額的に見ても、一番大きくて、これ真ん中で、これ一番ちっちゃいっていうイメージなんですね。だから、まあ、そのイメージからしても、これを取れば、まあ、この許可は取れたよね、と。で、これ取ったのであればこれも取れたよね。っていったイメージを持っておくと、開発許可不要の例外だったりとか、宅造許可の、不要の例外とかっていうのも頭に入れやすいんじゃないのかなと思います。なのでもう一度言いますけれども、こっちの事業の認可を取っていたら開発許可不要ですよ。開発許可を取っていたら宅造工事の許可は不要ですよっていう話です。今言ったイメージっていうのが、いわゆる森なんですよね。今森を見ました。で、細かい話で言うと木なんですよね。この許可を、この許可取ったらこれ不要だよ。この許可取ればこれ不要だよって、一個一個ね、覚えるっていうのは、これは木なんですけども、今全体的に見て、細かい部分を見ましたよね。だから、今は森を見ながら木も見ているといったイメージです。で、こういった勉強をしていくと、頭に入れやすいんじゃないのかな。法令上の制限もイメージしやすくなるんじゃないのかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。レトスの小野でした。